はいよ、ということでね、とりあえずこれね、今、紀勢自動車道だったっけのね、まあ今、紀北町ですよ。紀北町のね、なんかね、恥神テラスっていうらしいです。初めて来ましたね。開通ね、こっちの方、大内山から先ね、開通してね、そういやね、まだね、こっちの方ね、ちゃんと走ったことないなってことでね、ちょっとこっちの方走ってるわけですけど、ね、こんなんできたんですね。なんか伊勢茶とか大内山牛乳のソフトクリームとかってるらしいですよ。暑いですからね、ちょうど買ってくるのいいかもしれませんね。よいしょ、あとで写真とか載っておきましょうかね。よいしょ、とにかく暑いんだわね。こんな感じなんですね。こっち側で土産物屋とかで、上は休憩室なんかもあるんだ、上に。へえ、暑いな。ここちょっと日陰ですからいいですけどね。こんな感じ。ああ、一覧出てますね。上下共通らしいですね。ですからここから下側に入ることもできるんですけど、これはここ無料区間なんでね、別に逆に入ってね、それでね、着せるとかそんなのも下手くりもないですからね、まあ、これでいいってことなんでしょうね。ここは今は閉鎖したのかな。こっちは締め切っ、なんか締め切っとるな。一応いろいろとあるみたいですね。あ、ここに出てるわ、地図がね。これ分かりやすいな。今いるのが紀伊長島越えて、ここだね、今こことね、で、紀北町かですよね、この辺り。あ、そうですね、紀北町やね。で、ずーっと降りてたら、まあ尾鷲熊野ってありますからね。まあちょっとね、今日こっちの熊野の方まで行こうと思ってますけど、あ、ふるさと温泉やもんな。まあまた帰りにでも寄りましょうかね。よし、まあこの辺り海水浴場とかも多いですからね、まあ、海水浴やら釣りのお客さんとかが多分いっぱいいるんじゃないかなと。駐車場も結構混んでますからね。東紀勢方面がこんな感じってことですよね。紀伊長島あたりから新宮の手前までね。ちなみにこの、紀北パーキングエリア、無料区間なんですけどね、こんな感じで名古屋方面、大鷲方面が、名古屋に行くのは赤方面で、大鷲方面、南の方に行くのはこう青方面って感じで、こう分かれてね、どっちにでも行けるようになってるっていうのがね、これパーキングエリアとしたら面白いですよね。まあ無料区間なんでね、名阪国道なんかでもこういうようなちょっと形は違いますけどね、まあ見受けられますけど、面白いですね。だから上下線合わせて全部駐車場も一緒ということですね。まあこの辺りだったらこの規模で十分ってことでしょう、なんでしょうね。で、上を乗車を走ってます。無料区間ですけどね、全然ね、高規格なね、立派な道路ですからね。暑いな。よし。はいよ、ということでね、恥神テラスさんか。見事決まりだけど、もう早速ごめんなさい、食べ始めてますけどね。大内山牛乳のソフトクリーム、なんか出てましたよね、売店。買って。食べてるわけなんですよ。いかんせんね、もうすぐ、まあ、いかんせんね、もうすでに30度を超えちゃってるんですよね。結構標高高いんですけど。いや、もんでね、アイスがもう買った瞬、アイスとかソフトクリーム買った瞬間がね、溶けまくってきてますんでね。なるほど、舐めながら。すごいミルキーなね、さすが大内山牛乳というね、感じで。で、もう一つね、うとったのでね、写真どんどん載せときますけど、こんな感じで、この辺り地元のね、お刺身ね、刺身もね、やはり伊勢と紀伊で変わるんですよね、結構。同じ三重県産でも伊勢湾内の魚と、やっぱし
この熊野灘っていうね、熊野灘になると今度あの外海、太平洋の外海になるんで、一気に魚の感じが変わりましてですね、うん、でこっちの特産の、魚とかとかなんか載せてます、なんて言ってましたっけ、はじかみ丼でしたっけ、なんか書いてありましたよね、あ、しまった、この中にしまってある、載せておきます、これね、美味しかったですよ、うん、問題はね、音が大丈夫か分かりませんけどね、とにかくカメラのね、防音対策、あの温度対策しないとね、本当にね、すぐにヒートアップしちゃってね、うん、あれさんもね、あれ、ご飯屋さんもね、早く開いてるんですね、やっぱ10時半だったんで、11時前だったんで、今日も開いとってね、あのなんでね、まあ、そういう時に食べれたんで、よかったなということですね。やっぱお昼時に食べようと思うと、まあ、もともと私がそんなにあの12時にご飯を食べるっていう、習慣がずっとなかった人間なんで、仕事からね、12時が一番かけれるしっていうだったりしますからね、外食業によってはそうでしたし、他の仕事でも基本的に12時から1時の間っていうのが、皆さんがね、休憩に入るんで、それに合わせて問い合わせとかが来たりしてね、うん、の対応とかっていうのがね。ね、基本的になかなか接客やと12時からね、さあお昼ご飯を食べようというふうにはなりませんからね、なんでこれぐらいの時間から空いとってくれるとすごく助かるんですよね。あとどうしても今は3密避けないといけませんですし、やっぱ家族連れとか多いですからね、はい、でも今日も休みですからね。とにかくね、このねサーフパーキングよりもまあ出入りは激しいんですよね。で、まあ、見てると結構やっぱり県外ナンバー多いですよね。うん、よし、さあとりあえずね向かいましょう。美味しくいただきました、ごちそうさまでした。もう少し南下します。今日、最近ね、熊野よ、寄ってからになると思いますけど、とりあえず南の方に向かっていきますので、よろしくお願いします。